申し訳ない気持ちでいっぱいです。カナ選手の巻いてるベルトが巻きたいっていう。第10試合で鈴木マリア選手に勝利した佐保選手、見事勝利おめでとうございます。ありがとうございます。試合の感想をお願いします。まあ、試合の感想は、まあ、多分今回誰もがやっぱり、まあ、自分が倒しきるっていうのと、まあ、KO を多分期待してたと思うんですけど、まあ、その期待に応えられなくて、まあ、倒しきるっていうことがやっぱできなかった。もう本当に申し訳ない気持ちでいっぱいです。やっぱ自分の中でもやっぱ倒さん限りはやっぱり上に行けないっていうのを、まあ、自分で分かってたんですけど、まあ、それができなかったのは、まあ、やっぱり実力不足っていうのが、まあ、今日の試合で分かったんで、まあ、もっともっと、まあ、倒すのは簡単じゃないんですけど、でもそこに尽きない限りはやっぱカナ選手が持ってるベルトは絶対負けないと思うんで、もうほんまに倒せる選手に今後なるので、これからも応援していただけたら嬉しいです。女子の王者であるカナ選手に憧れているという意味でよろしいですか？そうですね、まあ、カナ選手の巻いてるベルトが巻きたいっていう、まあ、自分の目標がその K1 のベルトを巻きたいっていうのが、やっぱその理由でやっぱ K1 参戦してきたんで、そういう感じですね。